さあ皆さん始まりました。今日の日付、5月の12日ですね。今が17時20分ぐらいですね。ちょうどソフトバンクグループの決算、まあ中身ですね、会見僕見てたんですけども、まあ中身的に言うとサプライズなしで悪化値幅が大幅に拡大という形の中でね、今後ね、日経平均に与える影響で注意しなければいけないところがあります。そこについて今日は解説するので、最後までね、ちょっと見ておいてもらいたいなと思うんですけど、もうそこはね、データを詳しく出して解説していきます。で、やっぱしね、マーケット全体ね、昨晩、CPI の発表アメリカがあって、大きく下げたと。で、中身的なところで言うと、予想が 8.1% に対して結果が 8.3%、予想を上回ってしまった。米国は暴落、ナスダック急落ですね、3% のチェックまた。マーケットはまだ不確定な要素が多いです。VIXの動き、しっかりと見ていきましょう。で、僕のプロフィールに関しては、ツイッターの方に載せます。7年間で証券会社に勤めてました。最終本店勤務で社長賞を取ったりとか、しっかりと実務経験、実績残して今こういった配信をしているってところを踏まえた上で、これからの僕の話を参考にしてもらえると嬉しいです。あとメンバーシップでテクニカル分析の勉強会もやってるんでね、もし興味ある人がいたら、まあ遊びに見てきてくださいと。というわけで、まずは、日経平均のですね、分析からちょっとしていきたいと思うんですよ。ソフトバンクグループの、中身、注意事項に関しては、後半ぐらいで話すので、で、日経平均の、まずは冷やしチャートを出すんですけども、これですね。下落方向にバンド具です。今日大きく急落ですね。464円安。はい。いい形ではないです。今ですね、冷やしはボリンジャーバンドのマイナス2シグマ、下の青のラインに沿って下がる強烈な下落方向のトレンドラインが発生中。で、かつ、皆さんにね、注意しておいてほしいって言ってた25日と75日移動平均線、この黄色のラインと水色のラインのデッドクロス形成が確認されている。50日移動平均線と25日移動平均線の距離感も近いので、もし25日がさらに下がってきて、ことデッドクロス組むならば、教科書通りで言うと、下向き方向にリアクションが入ってくるのかなというふうに思うんですよ。で、現状のフィボナッチラインですね。それも見てみるんですけど、フィボナッチ、これですね。この安値と高値の、今 61.8% 戻しラインですよね。ここを割って、ここの窓埋めを、もうずいぶん前に一回終わったんですけども、実践で捉えてきてるという形だから、かなりですね、チャートの形で言うと、まずいですよね。まだ下げ止まりの証拠全然出ていない。で、ストキャスティックスも売られすぎの水準まで完璧に足入ってるわけじゃないし、RSI も下がってきている。MACD も鋭角に下落トレンドを形成中。あとはパラボリックですね。このドットチャートも日足の上の方に点灯しているので、下落トレンド形成。一目の影のライン、この赤のラインを下回って、下落トレンド入り。パラボリック、マックD、一目。この三つが、下落トレンドを形成している。トータルで言うと、まだまだね、ちょっとね、下掘ってくる可能性があるんですよね。なかなかね、難しい試合だなっていうふうに思ってます。マザーズに関してはもっと急落してますからね。まあ、ここに関してはもう予想通りなんですけどね。はい、もう5月の半ば以降じゃないと、わざわざは上がらない。どちらかというと、5月の半ばに向けて下がってくるという予想は、もう数ヶ月前から言ってましたから。で、日経平均に付随するデータもちょっと見ていきたいと思うんですよ。まずは、日経平均への寄与度ランキングですね。ここをちょっと確認したいと思います。これがですね、上昇寄与度トップなんですけど、1位がオリンパス。11% 急騰して、日経平均をこの一銘柄だけで36円相当押し上げてます。で、その下にダイキン工業、スバル、ブリヂストン、日本製鋼所。まあ、この5銘柄が上昇寄与度トップ5。で、逆に下落寄与度トップ5はこれですね。もう散々たる結果になっているのは一目瞭然です。ファーストリテイリング 4.59% 急落。日経平均この一銘柄だけで95円押し下げてる。ソフトバンクグループ 8% 急落。NTT データ9.85% 下落。M3 10% 急落。東京エレクトロン 1.68% 下落という形で、もう強烈です。主力どころが全滅状態。で、今日ですね、EV 関連銘柄が強かったです。これツイッターの方にも情報載せてるんですけど、まあ、全自動車関連も強かったですよね。スバルとかも、まあ、EV のところでね、材料が出てきたんで上がってるし、上がったし、はい。まあ、ただね、トヨタはね、ちょっと上下結構したかなって感じですね。その他の銘柄に関しても強かったってところ。だけど問題はやっぱし、ここ。特にソフトバンクグループ。ここでちょっとソフトバンクグループの、チャートを出したいと思うんですね。はい。主力銘柄で、ソフトバンクグループですね。はい。今朝まで上がらないよっていうふうに言ったんですけど、今 PTS で 2、3% 相当下がってます。今の時点でですね。これ下落方向にバンド奥で、ここの窓をやっぱし埋めに行った。で、今日決算ね、ソフトバンクグループ発表されたんですけど、中身的なところで言うと、もうめちゃめちゃって感じですね。さっきまで会見聞いてたんですけどね。
ソフトバンクグループの決算の結果ですね、そこもちょっとね、チャートに出して皆さんと一緒に共有していきたいと思うんですね。はい。あの、結果の内容ですね。もう、すごかったですよ。ちょっと待ってください。1兆7000億円相当ね、もう下がってるんでね、減ってるんでね。ここに、これを置け。これですね。はい。22年3月期の連結最終損益は1兆7080億円の赤字。前の期は4兆9879億円の黒字だったと、に転落したと。なお23年3月期の業績の見通しについては、配当以外は開示しなかったという形で不透明感が強いです。で、今日の決算会見、孫さんの決算会見の中身見ても、もう守りっていうところに終始してましたね。今までの孫さんの攻めのトークじゃなかった。トークじゃなかった。どっちかっていうと、もう守りでキャッシュ比率を多めにしておくというところであったりとか、あと、債券の返済の部分ですね。そこに関しても、2年間分は、十分にね、確保してるよとか、どっちかっていうと、その保身的なね、ソフトバンクグループは、こういった決算出しましたけど、大丈夫ですよっていうね、中身だったんですよ。で、唯一主張したのがアーム。これは前回の決算発表と同じですね。ただし、アームね、いろいろと中国の方の、チャイナアームかな？確か、名前ちょっと言い方忘れたんですけど、そこの問題が、一つ解消できて、やっとね、IPO に向けてまた前進したよっていうふうに言ってるんですけど、今の試合を考えてみると、IPO は結構ね、リスク高いんですよね。こんだけ下がってるマーケット環境で IPO してしまうと、やっぱしてその後売られてしまう可能性が高いので、株自体がですね。なかなかハードルは高いんじゃないかなと思います。で、今の今年に関してやっぱし IPO の件数も減ると思うんですよ。うん。この中で本当にできるのかっていう風になってくると、やっぱしマーケットのある程度の回復、それを織り込みに行かないと難しいんじゃないのかなっていうのが現状ですね。で、ここからが問題なんですけど、まだソフトバンクグループは下落方向にバンドオークが出てるので、まあこれね、悪材料出尽くして上がってくるかどうかわかんないんですけど、今の段階ではちょっと難しいかなっていう状況。ちゃんと板の毛明日見てくださいね。売り、アンダーとオーバーの動き方を見とって、ちゃんとトレードしてほしいんですけどね、もちろん。で、ここからが重要なんですよ。ここからが。このソフトバンクグループ、1兆7000億円のめちゃめちゃでかい赤字を出しました。で、もちろん、EPS も切り下がります。ソフトバンクグループ自体の一株当たり利益ですね。これ理論値を出すときに重要なね、数値になるんですけど、理論値っていうのは大体その、EPS、一株当たり利益かけることの PR ですね。これで求めることができる。で、問題なのが、ソフトバンクグループ、日経平均の強度めちゃめちゃ高いんですよ。もうこれ皆さんご存知の通りですよね。この一銘柄の日経平均に対する、寄与する度合いっていうのはものすごい高い。そこで見てほしいのが、日経平均の一株当たり利益なんですよ。ちょっとデータをね、出します。これですね。はい。5月の11日、今日の5月12日のデータは今の時点では公開されてなかったんで、昨日時点での、データを出すんですけどね。これ日経平均の株価、PR、PBR、EPS、これが一株当たり利益です。一株当たり利益。これが、今回のソフトバンクグループの決算を受けて、今後数日内に出てくるデータが、大きく、減退するっていうか、まあ、後退するリスクがあります。交代するリスクがあります。要は、減ってしまうリスクですよね、大きく。今、2110.6 円が、日経平均の昨日時点での価値なんですけど、一株当たり利益の価値なんですけど、全体のね。これが今回のソフトバンクグループ、こんだけ赤字出したことによって、どんだけね、要は、減るのかっていうところが重要になってきます。なぜかというと、さっき言った通り、日経平均の理論値を求める段階で、この2000、この EPS っていうのは重要なんですね。で、こっちの方にね、スライドしてもらったら、PR、日経平均の PR が11倍、12倍、13倍、14倍、15倍、16倍の時の日経平均の理論値、ここに書いてるんですよ。で、今がですね、だいたい12倍から13倍の間、まあ、ここの範囲内での、要は推移という形になってる。ボトムが 25,327 円。PR13 倍の水準が 27,438 円なんですけど、もしですよ、もし仮に一株当たり利益が大きく下がってしまった場合、ここが、この25,000、ボトムがね、今、25,327 円なんですけど、これが大きく下の方に下がってしまう可能性があるんですよ。例えば、25,000ちょうどであったり、24,000、極端で言うと、24,500 円になったりとか、理論値が、今の状態から大きくガクって下がってしまった場合、
下がってしまった場合、アルゴが反応して、株価は下の方に動いてくる可能性が高いです。高いです。ここを皆さんね、しっかりと押さえておってください。理論値がやっぱ下がってしまうと、それに合わせて株価の修正は起こるんですね。起こりやすくなっちゃうんですね。それが出てくる可能性が、今後数日のうちに出てくる、この EPS のデータですね。まあ、明日かな、確か。明日のデータが、ちょっとね、気がかりですね。数日差に出てくるデータが、どんだけ減ってくるかどうかっていうのは必ず見せてください、皆さん。さっき言った理論株価は、この EPS かけることの PR、11倍だったらかける11。で、今これ 12.42 なんで、この 26,213 円っていうのは、PR12.42 倍かけることの 2110.6 円で求められてるんですね。ここが大きく下がってしまうリスクがあります。ソフトバンクグループショップ、ショックに、つながらないかどうかってところは、ここはね、かなり、重要視しておかなければいけないのかなという気はしますね。はい。そこがまず今日一番押さえておいてほしかったポイント、1点目です。で、あと他のデータもちょっと合わせて見ていくんですけど、これがね、投資主体別売買動向ですね。現金部分になります。はい。海外勢、日本株を現金で5月の6日の週、514億円相当買い越しに転じてます。ただし、直近の買い入れペースからすると、ペースダウンしてるんですね。で、個人は逆に売り越し。はい。1295億円。で、投資信託と信託銀行は買ってるんですけど、証券事故は買ってきてない。ですよ。証券事故は買ってきてない。で、3月の急騰劇を演出したのは、証券事故が大きく買い越しに転じたからなんですね。3月の4日の週から大きく買い越しに転じたからですね。で、5月の6日っていうところに関しては、ゴールデンウィークなんで、まあそこでね、やっぱし買いの手が入りにくかったっていうところもあるかもしれないんですけども、そこまで目立った買いの手は、5月のゴールデンウィークの週には入ってないっていうのが、まあデータとして出てます。で、次の週ですよね。翌週。では今週のデータ、来週発表されるんですけど、それがね、どういった状況になっているのかっていうのは注意。で、あとは空売り比率。日経平均、日本株の空売り比率は今 48.4%。また、空売りの割合が今日大きく下げたんで、高まっています。ということは、少しね、大きく明日下げた段階で、ショートカバーは、場合によって入ってくるかなっていうふうに思うから、日経平均が大きく、もし下げてきた場合、そこで下げた場合の、ショートカバー、空売りの買い戻しが、もしかしたら入ってくるかも、入ってきやすくなってるっていうところを、そこもポイントかなと思いますね。で、騰落レシオ。これは、25日の分が 79.45、まあ、80っていうところを下回ってきました。ただ、一番ね、悪いところまで売られた時っていうのは、この騰落レシオは50っていう50台まで下がってるんですよね。過去のデータを見ると。なので、まあ、ここがね、完璧にそっかどうかっていうのも判断しづらいような状態です。なので、Excel データちょっと消して、日経平均のデータを見るんですけども、一回ですね。とりあえず、日経平均に関しては下落方向にバンド駆使です。で、米国株も、ニューヨークダウも下落方向にバンドを形成しているし、ナスダックは昨晩 3% 急落している。ソックス指数も大きく下がっている。まあ、特にね、やっぱその、レバナンスとか持ってる人はね、ナスダックがこんだけ単日ね、振れ幅を大きく下げてしまうと、その、例えば3倍ブルーとか、3倍レバレッジかけてるやつに関しては、3%の3倍なんで、単日 9% 下がってると。その前日とかの動きとか見ても、1日で単日 4%、5% 下がったりしてるわけじゃないですか。相当吹っ飛んでると思うんですよ。前日比で言うとですね。安易にレバレッジ型の投資信託をこういうボラタイルな動きの中で買ってしまうと注意が、思いもよらない損失につながってしまう可能性があるので、そこは注意ですよね。で、特にこのビックス指数が下落トレンドを形成するまで待ってください。米国株に関しては。MACD が、これ下落トレンド、要は、青のラインがオレンジラインを上から下に突き抜けて、下落トレンドを形成するタイミングで、株式マーケットは、過去大きな大暴落、コロナショックの時も反転上昇にボトムをつけてが転じています。で、3月10日もそうですね。はい。これ、MACD がデッドクロスを形成したタイミングで、ニューヨークダウはボトムを打って反転上昇してるんですね。このタイミング、しっかりと覚えててください。知らない人はですね。概要欄に詳しい VIX の解説動画、より掘り下げた内容のものを載っけてるので、そこによかったら見ててほしい。で、今週はもう SQ 週なんで、やっぱし荒れたねって感じなんですね。日経平均に関しては。もうここも予想通りです。先週の、ゴールデンウィークの最終日、6日かなの時にも、僕は言ってたんで、金曜日にですね。SQ 週なんで、
ポジションリスク管理は注視、まあ、キャッシュ比率を多めにしてと、しとってくださいって形でね。で、それで一気にこうガンって持ってかれたんで、今週の下げに関しては想定通りの動きをしています。僕もフルキャッシュです。ポジション取っていません。もう逃げ切ってるのでね。なので、とりあえずね、バンドウォーク終了するのを待つしかないですよね。下落方向に。で、他のチャートとかも見るんですけど、ドル円ですね。今、128円の50銭台まで下がってきています。パラボリックが下落トレンド形成ですね。ここは下がってきている。時はもう RSI も下がってきてるんで、で、ここのラインを割ったんですよ。この前皆さんに話していたダイバージェンスですね。ここのラインを割ってくると下にスルスルスルっていく可能性があるっていうところに言ってたと思うんですけど、そこを割ってきたんで一旦、ダイバージェンス効果が現れて、ドル円に関しては買いに向かわれてます。まあ、有事の円買いかどうかっていうと、まあ、ポジションがね、肩に、要は円売りっていうところに偏っていたので、そこの巻き戻しがね、ちょっとタイミング的に入ってきたのかなって気はしますね。リスク回避の円買いっていうところじゃなくて、まあ、そういう側面もあるのかもしれないんですけど、はい。そういった形で今動いています。で、ドル指数は逆に上昇してるんですね。ドルは買われてる流れです。なんだけども、円が買われてる。ドル円に関してはですね。円高が増えてるんで。はい。で、ドル円が128円台まで落ちた関係で、ドルベースの日経平均が、要はどういった状態なのか、はい、こういった状態ですね。これが日経平均を割ることのドル円ですね。為替の変動リスクを加味した日経平均はこれ。海外投資家が見てる日経平均はこれです。パラボリックと日足との距離感はだいぶ近いんですけど、ここあたりは近いにもかかわらず、どん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 下掘ってたんですね。ここでね、下げ止まってほしいですよね。これが反転上昇の兆しが出てくると、日経平均に関しては海外勢は買いやすくなるのかなって気はします。政策の方向性の違いってところもあってね。はい。ただし、ソフトバンクグループショックが起こらないかどうかっていうところ、さっき言った EPS の大幅な切り下げ、消失っていうところのリスク、それに伴う理論株価の 減少、低下、株価の日本日経平均の価格修正、その一連の動作が出てくるかどうかってところに関しては最新の注意を払って、この来週相場には挑んでほしいかなっていうふうに思います。来週相場に向けて挑んでほしいかなと思います。はい。で、次にですね、見ていくのが、ビットコインですね、とりあえず。今、350万相当まで下がりました。で、一旦326万相当まで下がったんですけど、これ昨日皆さん言ってたところですね。レッドライン。356万から326万ぐらいの間に入った段階で、買い戻す動きはね、入りやすいっていうところでね、話したんですけど、そこまで下がりました。で、一旦下髭伸ばしてる感じです。ただこれまだ下落方向にバンドオークなんで、戻したとしても、これ短期的なね、買いが入っただけかの、だけの可能性もあるので、そこだけはちょっと慎重にやっていきましょう。この326万を下回ってくると、さらに、下掘ってくる可能性があるんで、その時は、またね、ちょっとフィボナッシュのライン引き直さないといけないんですけど、今のところはこのテクニカルが適用されているというのは、意見としては変わらないですね。見事にここのレッドゾーンに入ってからの買い戻しの流れが短期的に入ってきたと。これが続くかどうかは、これからのマーケットの、まあ、リスク資産株であったりとか、ね、そこあたり動き次第なのかなっていう気がしますね。はい。ビットコインはこんな感じで、もう極端な動きしてますよね。リスク資産の最たるものなんで。で、あと次に見ていくのが、マザーズですね。これが特にひどい、今日は。6% 急落。はい。このラインのところに向かって下がってますね。11月の18日の高値期日、5月17日に向けて、大きな下落の流れが来てます。で、直近の安値ラインも割ってきた、今。下掘ってきてるんですね。毎回言ってる通り、もし上がるタイミングがあるとするならば、もしその5月の17日の高値期日ですね。11月の高値期日を、である5月半ばを過ぎないと難しいのかなっていうのは変わらないです。マーケット全体の需給は悪いんで。信用改ざんは3兆円超えて大きく増えて、膨れ上がんでます。個人投資家の信用取引で買ってる割合がめちゃめちゃ多いです。そこあたりを考えると、やっぱし期日通過後じゃないとなかなか動きは難しいのかなって思うかな。で、それは日経平均も一緒ですね。5月の半ばの信用期日、11月の高値期日は5月の半ば、日経平均も一緒なんで、そこに向かって期日対応している、要は売らなければいけない強制ロスカットが発生しているっていうふうに考えるのが、今のマーケットの動きを見ると、やっぱり正しいのかなと思いますよね。
日に 10% 下落している主力銘柄もいっぱいありますから。まあ、ソフトバンク、マザーズに関してはね、だからもうあれですよ、今年の頭、昨年の年末年始、今年の年末年始から言ってるんですけど、マザーズは今年はやめた方がいいっていうのは僕はずっと言い続けてるんで、はい、これはもう、ちょっとひどいことになってきてます。で、今日日中ね、大きく下げた銘柄、レーザーテックも 9% 急落ですね。はい。9% 急落。これはちょっと下落方向にバンド幅が拡大してきてる。M3 も 10% 急落。これも下落方向にバンド復習ですよね。バナック 2% 下落。まあ、ここはちょっとあんまり下がってないんですけど、ファーストリテイリング 4% 下落。まだストキャとか RSI 見ると割安の水準にすら入ってないんで、まだ警戒が必要。東京エレクトロン 1.68% 下落。ここは次25日移動平均線と200日のデッドクロスが組まれてくるかどうかってところには、ちょっと注意かなっていう気はしますね。はい。まあ、決算次第で動くと思うんですけど、またね。で、さっき言ったスバルであったりとかね。ここあたりはバンって一気にバチ上がってきましたからね。日産とかも比較的、強い動き方をしていた。ただトヨタは、その前に発表された決算のこととかもあって、一旦戻した、プラスに戻ったんですけど、最終的には 1.54% の下落で着地。なかなかね、この個別銘柄ごとの動き見ても厳しいですよね。で、NS 倍率も確認するんですけど、これ日経平均割れごとの S&P500 のチャートですね。上昇すると日経有利、下落すると S&P500 有利なんですけど、これね、直近日柄調整が入ってきてるんですよ、日柄調整が。で、25日移動平均線と200日移動平均線のゴールデンクロス形成が近いので、そこから上に行く期待はしたいんですけども、バンド奥中に日柄調整が入って上の青のラインから日足がね、離れてきてるので、一旦ここでさらにね、日柄調整が進んで来ないかどうかってところには注目しとってほしい。まだ大丈夫だと思うんですけどね。優位性が減ってくるっていう形ではないんで、まだ米国株よりも日本株の方がまだマシっていう形ではあると思うんですけど、ただ全体的なその個別銘柄ごとの値動きで言うと、需給がある銘柄、要は信用改ざんが、信用売り算の何倍もあるような銘柄に関しては、どん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 下を掘ってます。そういった銘柄への投資は避けてください。それに投資する場合は、高値の信用期日が通過した日ぐらい、そこあたりを狙ってあげるのが、テクニカル的に理論的なところでのタイミングなのかなと思います。詳しくは、僕のチャンネルフォームの信用倍率の解説動画かな。そこに、もっとね、詳しい具体的なテクニックを載せてるので、僕は短期で稼いだテクニックですね。20% ぐらい稼いだのかな。技術のところを狙ってから。そこでの具体的な、要は狙いどころっていうところを解説している動画があります。そこを見とってください。なので、現状のマーケットを見たんですけど、まだ落ち着いてないです。はい。しっかりと正しい今回も状況判断をすることができてよかったなというふうに思ってますね。昨日のライブ配信でも、米国株ね、一旦、寄り付き後大きく下げてからすぐに戻ってプラスになったんですけどね。皆さんにはビッグ指数の MACD がデッドクロスを形成してからね、そこからでも遅くないっていうことを言ってたと思うんですよ。で、案の定ね、下がってきてビッグスの MACD が下落トレンドを形成するタイミングはまだまだちょっと先延ばされてるという形なので、しっかりとここのトレンド転換を見せてほしい。で、これがトレンド転換をしたタイミングで日本株も一旦大きくね、上の方に上がってくる可能性は考えられる。あとは5月の半ばの信用期日、11月の高値の信用期日通過した後の値動き、そこがポイントになってくれます。ポイントになってきます。ただ来週まではまだ乱高下しがちなので、アメリカ株のですね、慎重に慎重に投資判断してほしいかなと思うんですよね。特にさっき言ったソフトバンクグループの決算による要は日本株、日経平均の一株当たり利益の大幅な低下の確率ですね。今回かなり赤字幅大きかったんで、これが出てくると、ちょっとね、マーケットのイメージが悪くなるので、まあ、過去最高益っていうところがね、結構出てますから、企業ごとに言うとね、直近一株当たり利益上がってたんですけど、これがまた大きく下がってしまうような結果になってしまうと、ちょっと問題ですから、そこのデータ慎重に見極めてほしいかなというふうに思ってます。なので、またね、動きあったらね、すぐに YouTube だったり Twitter で情報配信していくので、よかったら最後にね、皆さん僕の話が少しでもためになった、参考になったと思っていただけましたら、よかったらチャンネル登録と、あと、高評価ボタン、みんな頼むで、押しとってください。アンケートはしてないけれども、押しとってもらえると嬉しいので、頼むでみんな、よろしくお願いします。はい。というわけで、また今晩ね、
10時ぐらいからライブ配信すると思うので、そこでまた皆さんお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。